本日はですね、長野県長野市の戸隠市にやってまいりました。こちらはですね、もうご覧の通りうっすら雪景色ですね。おはようございます。おはようございます。お願いします。雪です。ちょっともう小指がもげそうなぐらい寒いですね。スタジオは暖かいですよね、やっぱね。はい、頑張ります。強制終了されたも、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お前が寒いのどうでもいいみたいな。もう頑張ります。この時期がやってきましたね。やってきた。もう来週もこんな感じでしょうね、多分。まあ、ただね、絵的にすごいやっぱ綺麗なんで。そうそうそう。どうですか？ミラーに交通。上手くなってきた。上手くなってきたな。我々も結構使いますプロ。あ、どうですか？はい、徐々にね、セミプロ、セミプロに。ああ、こういうことですよね。手前の入れるとかね。写真難しいっすよね。なんかでもそのなんかセンスの問題っすよね、これ。どこに構図置いてとか何見せたいかとか。ちょっと外行くんで、リハの時はもしあれだったら来ててもらった方がいいかな。嬉しいですよね、こんなそば撮ってくれたら。はい、ありがとうございます。背景ね、おいいっすね、うん。嬉しいな。じゃあ行きますか。行きますか。はい。楽しいっすね。長野吉田高校戸隠分校のそば部の皆さんに今日来ていただきました。うん、高校生そば部の皆さんですか。え、そば部ってなんか珍しくないですか。そうなんです、うん、部活としてやっているのは県内で3校だけなんです、うん、あ、そうなんだ。私たちは平日にそば打ちの練習を行い、うん、週末は福祉施設や地域のイベントなどでそば打ちの実演や振る舞いのお手伝いなどをしています、うん、あ、そうなんだ。学生さんながらもそういういろいろね、周りに影響を与えてるってことですね。そうですね。もしかしてですけども、セリフ覚えてきました。いや、しっかり伝わりましたよ。やっぱこれぐらいの細さがいいですか。そうですね、見た目的にもいいと思います。うわ、本当だ、だんだんできてきて美しくなってきますね、これね。え、ちょっとごめんなさい、切ってる最中僕話しかけちゃいましたけど、はい、よく喋れますね。一人前を切るにはこれ中継時間足りないのこれ。いや、もうちょっと比べるとめちゃくちゃ伝わりますね。いただいていいですか。うまっ。やっぱ整ってる方がいいですね。めちゃめちゃうまい。上手でしたね、高橋さん、マジで。あ、本当ですか。びっくりしました。まあ、僕のと変わらないですね。いや、そんなわけない。なんかね、角があるっていうか、茹でたタイミングほぼ変わんないですもんね。そうですね。だからなんかちょっともわーんとしてるじゃないですか、角。確かに。でもなんかスッとしない。そば食べてあのなんかさっぱりするイメージあるじゃないですか、はい、あ、それがない。あれが欠ける。なんかもわーんと。そんなは変わるんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。一生懸命多分やられてるんでしょうね。そばもめちゃくちゃ美味しかったし、うん、丸山くんすっごい上手だったな。頑張ってる学生さん見ると、うん、なんか説明しがたい気持ちになりますよね。その、あ、なんか自分ももっとピュアでなきゃなとか、うん、あと雪景色も良かったですね、うん、冬始まるなっていう感じしましたもん。あれだな、買い物行こう。買い物行きます。あ、ちょっと裏肝のやつ買いに行きます。お願いします。はい、というわけで、次回はですね、新潟県から中継します。絶対見てね。